OK、じゃあこれからね、大物の、アイランド大物の洞窟攻略用のテラーバードをテイムしに行くんだけれども、テラーバードあれなんだよな、マス1のヘリがすげえ早いんだよな。どうしよう、キブルな。あ、そうだ、チョコレートまだ余ってんじゃん、これ使ったろ、これ使ってやろうぜ、チョコレート。テラーバードのキブルなんだっけ、ちょっと調べよう。やっぱ通常キブルか。いや、通常キブルはな、バリューニクスとかに使いたいんだよな。まあ、ガブガブクイナー、ガブガブクイナーっちゃった。テラワールだったら霜降り肉でもいけるやろ。よし、行こうか。行こうか。ワイバンで行く？ワイバンで行く？こっから近いのだと、前、ブラキオサウルスかなんかテイムしたところの、あそこら辺の広場が一番いいか。あそこにしとこう。昔のその、アーク実況者の人の海の動画とか見たりすると、案外そうなってたりすることはあったりする。確かね、ただその配信者がモッドを使ってなきゃいけない話だけど、実は俺が今話してるやつは、何？俺が今話してたやつは、実はその配信者さんのモッドをつけてる映像の、やつを説明してただけでしたみたいな感じだと、感じでしたって話になるかなって思ったら、ちょっとやばいやばいやばい、嘘でしょ？ここ、ギガノと湧くんか、ここ。あ、てかそうか、ここか。うーわ。俺初めて見た、ここにギガノト湧いてんの。いや、痛えな。ギガノトサウルスの御前で何してんだね。ギガノトサウルスの御前で何してんだ、この虫キャラどもが。てか、また俺が出会ったギガノトサウルス緑色かよ。嘘でしょ。俺ここ最近あのカラーリング以外のギガノトサウルス見てねえぞ。あの緑色のやつ嘘だろ。ブリーディングで生まれたあいつ以外全部あの色だぞ。なんでだよ俺、運がねえな。いろんな意味で。あわよくばイベントカラーでレベルが高いテラバが手に入りゃいいかなといったところではあるが、いやこれスコーチダースの方面行った方が早いかな。ただスコーチダースのとこね、あのダイヤウルフとかにも襲われるんだよね、あそこ。こっから行くとワイバンの巣巡回しなきゃいけないからすげえ怖え。やっぱあれか、渓谷地帯を探しつつ、渓谷地帯探して、なんかこの辺なんか思ったよりいねえから、渓谷地帯の方です。で、あさりつつ、スコーチドゾーン行こうか。あ、いたいたいた。あ、いたわ。いたわ。あんなとこにいたわ。しかも早速イベからだし。イベからがに、え？ああ、100か。100クイナか。くそ、100クイナか。どうしよう。あのぐらいのレベルでちょうどいい説あるよな。あかん。あかん。やられた。100クイナ死んだ。100クイナ死んでもうた。くっそー、そうだよな。クマに殺されるんだよね。身の程わきまえねえから、あの鳥、身の程わきまえねえからな。すぐ死んでっちまう。あ、いたいたいた。まあ、イベからじゃなくても、まあ、いっちゃいいけど。うわ。うわ、ザコザコ食いなしかいねえ。イベからでもなんでもないけど、あのテックだったら、色いいな、色見せろお前、よく全然見れんやんけお前。よくないこれ、テックラプトルかっこいいわ。さてと、スコーチのエリアに来たけど、こっちの方が、いや、テラーバードいるね、いるね、いるね、やっぱり。ただまあ、ちょっとえげつねえやつらもいっぱいいるけどな。アルゲンタビスで来たくなかった理由はここよね、やっぱ。ああ、135レベルいたわ。おお、150レベルもいるやん。いいね。ただ、あいつら両方ともメス？オス？メイトブーストかかってないからな。オスだ、両方とも。まあ別にいっか。スコーチのエリアにそんな安息の地はないので。まあいいか、ここら辺のカンガルーを犠牲にしながら、やりゃなんとかなるだろう。よし、おいで。おめえは来なくていいんだよ、お前。痛えな。
なんか来たよ。はい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 、よっこいしょ。おめえは来なくていいんだよ。お前ベロナサウルスの劣化か。お前、まあ、ベロナサウルスの劣化でもないか。こいつ木材集めてくれるし。いかん、2体同時入ってしまった。2匹同時で入れてしまったぞ。1匹でよかったんだかな。1匹でよかったんだが、どのぐらいで寝るかな。うわー出た。うわ、うるせえモード。さっきからさ、あいつ逃げてるけど何、待って、あっぶね。待った。色かっこいい。待って、色かっこいい。しかもレベル130、しかも孤立してる。帰ってっちゃった。ちょっと待って、この地獄の状況はとりあえず、この、あ、まあ、いや、これ一回ちょっと眠らせようか、こいつら。あ、今離れてるし、ちょうど。今離れてるし、ちょうどいいや。ちょっと今ね、一瞬、シベリアンハスキーのカラーリングのあのダイヤウルフにちょっと浮気した。一瞬。いや、こっから当たんねえか。多分ね、もうすぐ寝ると思う。そんなにかかんないでしょ。早い。こいつら気絶値減るの早いけど。オッケー、寝たわ、1匹。気絶値減るのは早いけど、溜まるのはね、そんなに早くなかったはず。そこまで苦労しなかったはずだ、俺の記憶では。オッケー、オッケー、オッケー、両方寝たわ。さて、さっきのシベリアンハスキー戻ってくる前に、ちょっとさっと確認しましょう。こいつは命令185、135レベルの方は、まあ、違う、これかい、135か。こっちは命令200、OK、こっちにしよう。150レベルの方にしましょう。やべ、パラケラテリウムとか近くにいないか。あ、いたわ。いた。血を這う霜降り肉。まさに霜降り肉になるためだけに生まれてきたような体がいたわ。お願いします。霜降り肉をください。新しい世界にあなたの力が必要なんです。はい。おめえはなんだ、猫。3つしか出ないなかった。嘘だろ、こんなもんだったっけ。さてと、じゃあちょっとバレンタインチョコ、あれの効果見せるのにもちょうどいいか。バレンタインチョコは手動で食べさせなきゃいけないんだよね。手動で食べさせるとテイムチがこうなんの。待って、やばい、なんか襲われてる。おん、やっぱりね、スコーチのエリアに安息の地なんかなかった。しかもここら辺一帯にいたさ、おとりのさ、カンガルーともどっか行ったし、やっぱり安息の地なんかなかった。ここにこの地に安息の地はなかったわ。てかさ、足りる霜降り肉3つで思ったんだけど、これ足りるのかお前。ちょっと待って、今テイム効果 99.9% で、はいはい、 OKOKOK。 バレンタインチョコで1個 40% 上がって、さらにその上で69だから、一応足りるっちゃ足りるのか。オッケー、テイム成功。テイム成功。初めてだな、テラーバードテイムしたの俺。よし、帰りますか。帰るか。これで。いや、でもしまった、これさ。いや、帰るの大変だな。多分、この時間帯だと、この雪原地帯、怪我装備着てても突っ切れないぞ、多分突っ切れないと思う。大丈夫かな。さてと、ここだよ。あ、確かにこっちの方まで来れば、一応アルゲンタビスいたか。この時間帯のこの雪原地帯はかなり厳しいのではないだろうかという見立てなんだが、突っ切れるかな、なんとか。なんとか突っ切り切れるといいんだけど。あ、でも大丈夫か、意外と平気だな。
いや早くさあれだね、あのマグマゴーレムとか倒してさ、至高の怪我装備とかをね埋まんでおかないとやばいな。このままだとアイスデスワームの洞窟も行けないんだよね。あ、行った、よかった、行けたわ、よかったよかった、なんとかなったわ。ただスタミナやばいな。うえ、何今の鳴き声、この世のものとは思えない鳴き声したけど大丈夫、あれ何今の、何今の鳴き声、え、テラバード今の、なんだ今の鳴き声、テラバードかね今の鳴き声って、お前そんな鳴き方すんのかい、怖っ。さてまあ夜になってしまいましたが、テラバードタイム成功と。まあイベから欲しかったけど、この色はこの色はすごいいいんじゃない。ちょっと待って、あの フェニックスのせいで色がわからん、色反射してわからん、なんか良くない色こっち、みんなテラーバードのサドルあったはずなんだけど、あ、めっちゃあるわ、あ、めっちゃあるわあ、テラーバードのサドルめっちゃあるわ、なんだろうこれ、至高のやつあるわいいサドルあったわ、70超えてるぞ、よかったなーテラー、よかったなーお前、よかったなお前、しょっぱなからめっちゃいいサドルだぞ、しょっぱなからめっちゃいいサドルだぞお前。ちなみにステータスどうなった、メレー、あ、オッケーオッケー、300超えたね、オッケー、ナイスナイス。まあメレーもそうだけど、まあ一応メレー伸ばしておこうか、レベルマ、おお声でかいな、ほんと声でかって感じだった。そうか、俺荷物めっちゃ持ってんのか、いかん、普段のさ荷物、普段持ち歩いてるくらいの荷物でももう結構重たいな。いや、早っ。あ、でもまあ、ラプトルよりは若干遅いかなぐらいか。で、まあ、テラバードといえばこれだね。これ。これ、これ。これだね、これ。これ。オッケーオッケーオッケー。いったいったいった。これ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 。これだね。これがあれなんだよね。こう、段差を飛び越えたりするときに楽だから、あの、アイランドの、あの、溶岩が溜まってる洞窟とかにも使えるという。いや、いいなあ。意外といいわ。テイムし、あの、初めてテイムしたけど。初めてテイムしたけど、かなりいいね。てかさ、あれだな。この足音すごい好き、俺。この砂をかいてる感じの足音。これ。これすごい好き。この砂をサク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 ってやってる感じの、この足音めっちゃ好き、俺。OK。で、これを回収と。よし、オッケー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 、ここについに集った、ついに集いし、ワフワフクイナとガブガブクイナ、どうでもいいな。よし、じゃあ次回はこいつを使って、あの、大物洞窟、大物洞窟、あの溶岩の洞窟を攻略していきましょう。よし、じゃあここまでですかね今日は。